めちゃくちゃだよ。こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンドオ委員長です。ちょっとね、なんかいろんな人がユアンドオには来ましたよってことで、本当にいろんな人が来ました。もうそれこそね、あの芸能人の人もいろんな人来たし、その結構国際的なジャーナリストの人が来たりとか、その芸能界の裏方の人が来たりとかですね、もちろん一般のね方たちももちろん来る、たくさん来てますけど、本当に多種多様な人来られるんですけど、皆さんね、まあここ数年ではなんかちょっとお医者さんでは何ともならないものを治したいっていう人ももちろん来る。まあ何ともならない場合もあるし、何とかなった場合もあるんだけど、そんないろんな人来る中でですね、すごくね、これはね、多分ね、美容整体師みんながね抱えるあの悩みっていうかだと思うんだけど、あのね、すごいさ、こう歌化け猫チャンネルとかでもさ、ギュッとこう痩せたじゃん。で基本的には採寸とかはまあしてないんだけど、あれは動画のためにね採寸してたんだけど、こうさ、めちゃくちゃ変わったなって、こうこっち側にこうすごい実感湧くときあるんです。いや、これ決まったぜみたいな。小顔矯正とかもこう釣り目だった人、こうやってさ、目がさ、こうグッとね、こう釣ってるとするじゃん。でこういう人ってここの骨開けていくんですよ。この下げるのはね、年取るとこうやってだんだんこういうふうに、こういうふうに下がってくるんで、ここの骨をこうグッと下に開けていくような施術をかけていくんですよ。だから釣ってるけどこう下に開けば、まあ、目大きくなるから、そういう施術をかけていくんだけど、でその人は、まあ、体はスタイルは良かったんで、顔だけが気になるということでですね、主に小顔矯正をやりに来てたんですけど、いや結構ね、結構こうグッと下に向けて開いたぞと、ビュッと開いたと思って結構自分で満足したわけですよ。でこう鏡見せるじゃん、どうみたいな、めっちゃ行ったんだけどつってね、そうですかって、ああ伝わんないか、俺の実力じゃあちょっと伝わんないかみたいな、はい、思うじゃん。でね、だからそういう人もいるから、こうここの肉を取って、ここの肉も取ったら、左右対称に取っちゃったら、あの気づかない人もいるわけ。
一気にヒュッと縮みましたって対象になったらもう気づかない。だから半分終わったら見せて、鏡で見せて、半分終わったら見せて、左右差がある状態を確認して、もうこっちを縮めたらその後こっちを縮めってこうやるわけで、その人にもちろんね半分ずつやってんだよ。でさ、結構やっぱ 目がさきついの気にしてたから、で結構形変わったんだけど、いやーみたいな、あ本当っつって、なんかすいませんですよ、実感わからなかったらすいません、だから今度な残り半分やって、まあ、鏡見て、まあみたいな、全然納得してもらってないじゃんとね。でまあそれはねしょうがないなって思うんですよ、自分が、あ俺結構変えられたぞ形と思っても、やっぱり僕の満足なんかね、施術者の満足なんかどうでもいいんで、受ける側が満足しないと意味ないから、まあまあ仕方ないなと、実力不足なのか見せ方が悪かったのかだなと思って。でね、予約取って帰るんですよ。これ心理が分かんないんですよ、その効果をさ実感しないとさ、なんかさこう、はい、この商品を売りましたじゃないんだから、満足しなきゃやる意味ないじゃん。ですごいきっちり定期的に予約を取ってずっと通っておられたんですけど、ねよくあの中野ゆかちゃんにこうかけた、あのちょっと貼っときますけど、こう貼ってあるのかな、いつも概要欄貼ってあるのかな、小顔矯正の事業っていう2万3000円のねメニューやって、左右差こう見たと思うんだけど、当時はまだなかったんだね事業が。それでね、よくね、まあ、そういった施術でさ、こう左右差はっきり出たっていうのを多分分かってもらえると思うんだけど、よくね、全然変えられないゴミみてえな高額矯正ってあるわけ、世の中に。すごい金取るけど、ゴミみてえな高額矯正ってなって、そういう時にね、言う先生のね、一言っていうのあんのよ。あんまり変わった気しないですっていう素直なことを言えちゃう人に対して言う言葉があって、これねほんとね下水セリフだけど、あなた自分のコンプレックスが強すぎるから変化に気づけないんですよって、自分のせいじゃねえの、あなたのせいっていうの。だからね、それセリフ出したらもうあれですよ、そこ行っちゃダメですよ、はい、だから俺はあこれやって気づいてもらえなかった、分かってもらえなかった、じゃあもうしょうがないなって、一生懸命やって自分の中で変化出せたなと思っても、まあ、納得してもらえなかったんでしょうがないなと、同じような人が次来た時にはまたしっかりこう変化出したのを理解してもらおうと。だ見せ方もあるからね、鏡の角度がちょっと甘かったのかなとか、いろんなそっちまで考える、施術の結果を考えるはもちろんだけど、それを認識しやすいこう鏡の見せ方の位置とか、はい、もちろんね左右差ありきでそれ見せるんだけど、でいろいろ考えさせられましたけど、その人でそれなのに分かんないっつってんのに通っていただけちゃうんですよ。だからすごくね困るというかですね、どうしたらいいんだいっていう。そう、まあ1年ぐらいやってましたかね。で全然不満はないんですよ、ただ変わった気もないんですよ。だからね、ほんとその人はしっかり予約を取ってきてくれる時が一番の地獄でしたね。だって変わったって言ってくれないんだもん。なんかたまに言ってくれるんですよ、あこれは違うかもみたいな。いやね、僕はもうそのぐらいにしか感じられないんだったら、まあ来ない方がいいと思うっていう、正直、はい、ということです。だからね、まあうちはね、まあもちろん自信満々でね、そのゴミみたいな高額矯正もあるよってこう言っちゃってるけど、それでもやっぱ分かんないと思ったら分かんないんですよ。で伝え方も悪かったのか施術が悪かったのか分かんないけど、だそう思ったらね、言わんどであったって来ない方がいいと思う、うん、と思うよ、うん、それはね、やっぱ自分の納得に従ってお店を選んだ方がいいと思いますということです。ちょっとね困っちゃった話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ